こんにちは、フロム埼玉です。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆様からいただくコメントやグッドボタンがとても励みになり、ここまで頑張ってくることができました。見ていただける方やコメントの数も増えて本当に嬉しく思っています。この度以前より考えていたもう一本のチャンネルを上げる準備ができました。その名もフロム埼玉アウトドアです。安い中古の軽ワゴンを購入しました。それを夫婦で自作 DIY したり、車中泊やキャンプ、食べ歩きや外遊びをして、50代を一緒に楽しみたいと思います。すべてにおいて初心者、失敗も後戻りもあるかもしれません。更新頻度も高くないと思いますが、頑張りますので、フロム埼玉同様ご覧いただき可愛がってください。フロム埼玉も変わらず頑張ります。